国際連合兵力引き離し監視軍の輸送部隊として除雪作業を行う陸上自衛隊国際連合兵力引き離し監視軍とは国際連合平和維持活動の一つであり中東ラン高原における停戦監視を任務とした平和維持軍である1974年5月31日の安全保障理事会決議350に基づいているなお活動期限は 毎年延長されている。ゴラン高原は、1973年10月に発生した第四次中東戦争において、イスラエルとシリアの戦闘地帯となった。停戦が行われたものの、軍事的に不安定な状態となっていた。1974年5月に安全保障理事会は、決議350を出し、ゴラン高原に両国間の兵力引き離し地帯を設置することと、 停戦監視部隊を派遣することを決議した。これにより、1974年6月より、アンドフが活動を開始することとなった。アンドフの活動開始以降、重大な事案は、担当範囲内において発生していない。2010年6月時点では、フィリピンのエカルマ少将が務める、アンドフ司令官の下司令部、2個不評代隊、1個広報支援代隊の、 約1000名で構成されている。派遣国はオーストリア、カナダ、クロアチア、インド、日本、フィリピン。しかし、シリア内戦の激化によって情勢が悪化したため、2012年に日本が、2013年にはオーストリアが撤収を決定している。自衛隊は1996年よりアンドフへの部隊派遣を行ってきたが、 現地の治安悪化を理由に2012年12月に撤収命令が発令され2013年1月をもって活動を終了した。変更後自衛官46名。ありがとうございます。